はい、雪村チャンネル城月雪村です。今回は和歌山県和歌山市にある和歌山城を雪村目線でね紹介したいと思います。尾張、水戸と並びね、徳川御三家の一つ紀州藩、紀州徳川家の居城ですね。誰もがご存知、松平健さん主演のドラマ暴れん坊将軍、時のね八代将軍徳川吉宗はこの紀州藩五代藩主なんですね。実際に和歌山城がドラマの撮影にも使われたりしているんです。そして紀州藩からもう一人将軍を輩出しておりまして、13代紀州藩主であり13歳の若さで第14代将軍となった徳川家茂です。そして紀州で有名なのは、和歌山城が誕生する前の戦国時代にね、この地で地侍そして鉄砲傭兵としてね活躍していました雑賀衆ですね。歴史好きならねよくご存知の雑賀孫一はこの集団の指導者として多くのね合戦に傭兵として参戦しています。織田軍や羽柴軍を苦しめたと言われていますね。それでは年表から見ていきましょう。1585年、羽柴秀吉軍による紀州平定の後、弟秀長が虎伏山に和歌山城の築城を開始します。1605年関ヶ原の戦いの後に紀州藩主となった浅野行長が最初の天守を建造します。1619年、徳川家康の十男頼信が約55万石で入城したことから御三家の一つ紀州徳川家と呼ばれるようになります。1798年、天守閣を黒板張りから白壁に改修されます。1846年、天守曲輪に落雷し、御殿を除く連立天守群など本丸のね主要建造物が全焼してしまいました。1850年、御三家という区画により特別に天守群の建造が許され再建されます。1871年、廃城令に伴い廃城となり、多くの建造物が解体もしくは移築されました。1935年、天守など11棟が国宝保存法に基づく国宝に指定されましたが、1945年にアメリカ軍によるね戦略爆撃で天守などの指定建造物11棟全てを焼失してしまいました。1958年、3代目となる天守群が鉄筋コンクリートにより再建されました。1983年には大手門と一の橋が復元、2006年にはお橋廊下の復元工事が行われ今に至ります。続いて縄張りを見ていきましょう。こちらは現在の Google マップです。江戸時代の縄張りが今でもしっかり確認できますね。まず中心部西側をね天守群を有する天守曲輪があり、その東側に本丸があります。南側には松の丸と南の丸、東に三倉の丸、西に砂の丸と西の丸、北側には内堀で囲むように二の丸、その北側を流れる木の川を天然の外堀としてぐるっと三の丸を配置する定格式平山城です。定格式とは本丸の一部を山や川などでね防衛しており、それ以外を曲輪で囲む縄張りのことを言います。和歌山城の場合は天守曲輪の南西側がね山の絶壁となっていることで定格式とされているのではないかと思います。現在に残る天守群は1850年に再建された図面を参考に再建されたものですけども、ご覧のようにね立派な連立式天守となっているのがわかるかと思います。大天守からね時計回りに多門、そして、天守二の門、二の門櫓、そしてまた多門がありまして犬居櫓、また多門を挟みまして御台所、そして古天守へと続く連立式天守となっていますね。これは姫路城とかね松山城と並んで日本三大連立式平山城の一つに数えられています。まあ、まさにね徳川御三家の城の威厳をね感じられますよね。では皆さん、攻め手か守り手かどちらかの目線になってくださいね。和歌山城にいざ出陣。ここは城南側のね不明門跡から入った先の和歌山城公園駐車場です。和歌山城には公園内外にねいくつかの駐車場がありますけども、観光バスで訪れた方は城北側からの入場になるかと思います。不明門跡の石垣は枡形小口になっていますね。左に右に折れ曲がる構造になっています。道も狭く一度にね攻め込みにくい構造がわかりますね。この門は普段は使われていない門だったということで、緊急時の感動であったんではないかということです。駐車場はこんな感じです。
約50台程度がね、止められますね。まずは城の南西にある五穀神社のある方向へ向かってみたいと思います。早速勾配のある坂道をね、上がることになりました。平山城ですからね、それなりに登ることは覚悟しておかないといけませんよね。ざっと6、7メートルほど登りましたでしょうかね。南側の景色はこちらです。見てください、この怖いアングル。城の南西にこの絶壁を有してますからね、南方向からの攻撃は少ないと想定できますよね。そのまま絶壁沿いを歩いていくと、さらに怖い光景が。石垣がほぼ直角に積まれていますよね。打ち込み萩と切り込み萩の合いの子のような感じですね。櫓があったと思われる石垣もあります。まあこちらの斜面をね、登ることは容易ではないですね。そしてその先に見えてきたのが五穀神社です。五穀神社は各地にもありますよね。主に国家のために命を落とした方々の御霊を祀るための神社ですが、こちらにも太平洋戦争などでね、亡くなった方々を慰める鎮魂の石碑がありました。そのまま砂の丸方向へ向かってみます。特にここにはね、クルア名はありませんが、こちらにもそこそこ大きい広場がありました。藩士の演習場とかがあったのかもしれませんね。そして、天守クルアの石垣が見えてきました。こちらもそこそこ高い石垣になりますね。5、6メーターほどはあるでしょうかね。石垣の前に看板が見えてきました。何やら象形文字のような記号が並んでいますね。これは他の城のね、石垣でもよく見られますよね。まあ武神で作られた城でしたら、どの大名家が持ってきた石かをね、判別する刻印だったりしますし、まああとはね、石材チェックだったり、まあお守り代わりだったりしますね。まあ諸説あるようです。和歌山城の石垣には2000以上のね、刻印があるようで、そのうち800個以上がね、この南西石垣に集中しているとのことです。ぜひチェックしてみましょうね。前方の門跡のようなね、石垣から先が砂の丸となります。そして、その左手方面に見えてきたのが、和歌山市文化財の常居回し門ですね。赤い高麗門なのが特徴です。砂の丸と、あとね、城外の馬術の稽古場とを結ぶ門で、馬を追い回していたということから付けられた名だということです。当時から朱でね、塗られていたということで、裏起毛の方角に当たるからだとも言われています。右手の門跡石垣先が先ほどの五穀神社方面ですね。そしてその反対側に広がるのが砂の丸です。当時は乗馬調練場があったとのことですけども、まあ今はね、野球場になっていますね。草野球にはぴったりのサイズですね。そのすぐ東側に少しくぼんだ場所が見えてきました。文献ではね、ここに池があったとするものもありますので、内堀の一部だったのかもしれませんね。西の丸へ向かう石垣も面白いですね。左右どちらの石垣も基本的にはね、三義積みと打ち込み萩からなる石垣なんですけども、現場担当者の違いなんでしょうかね。積み上げた時期の違いからかもしれませんけど、もう綺麗さに大きな差が出てますよね。左側の石垣はね、もう雑な野沢積みに見えてますけども、でもね、しっかりね、落とし積みにもなっているんですよね。まあ、ある意味滑稽です。ここにも櫓門があったのかもしれないですね。そして、その先が西の丸になります。すぐ右に、竹の壁と茅門が見えてきました。この先が徳川頼朝の時代にね、作られた西の丸庭園です。国の名勝に指定されていますね。別名、もみじ谷庭園とも呼ばれていますので、紅葉の眺めは最高なんでしょうね。細い道を進んでいくと、左手に茶室が見えてきました。一服460円とのことです。疲れた方はね、ここで休憩もいいですね。さらに奥へ進んでいくと、何やら堀に浮かぶね、茶室のようなものが見えてきました。これはね、遠慮閣と呼ばれまして、中には入れませんでしたけどもね、ここからの眺めは最高でしょうね。画面左手が西の丸ですね。ここにも当時は御殿があったとのことです。そして東にね、向かうと前方に見えてきたのが、2006年に復元された御橋廊下ですね。江戸時代、藩士のね、生活場であった二の丸御殿と西の丸をつなぐ廊下橋でね、藩主とお月のね、ものしか通れなかったということです。このように勾配のある橋は全国的にも珍しいですね。
ご覧のように床の板をね、ずらして貼る滑り止め段差も付けられています。橋中央あたりから堀の眺めがこんな感じです。先ほどの西の丸庭園側はこちらになります。桜や紅葉の時期ならさらに良い眺めでしょうね。あ、もちろんね、土足厳禁ですからね。小橋廊下を渡り終えるとここからが二の丸です。当時は前方にね、巨大な二の丸庭園がありまして、小橋廊下からそのまま御殿にね、つながる構造だったとのことです。二の丸御殿は江戸城本丸御殿を似せた造りの御殿だったということで、まあ主にね、紀州藩の政務を行う表、主にね、藩主が執務を行う中奥、そして最後にね、藩主の正室や側室たちが暮らしていた大奥のね、三つに分かれた構造でした。ちなみに大奥があったのは江戸城と和歌山城と名古屋城の三つだけとのことです。二の丸は現在はね、公園として開放されていまして、桜祭りの時期はこの場所でね、花見をする方が多いとのことです。そのまま北側の堀まで向かってみます。切り込み萩の立派な石垣が見えてきました。二の丸の防衛にはね、相当力を入れてたはずですからね。当時はここに城壁や多聞櫓がね、二の丸を囲むようにずらっと立っていたんでしょうね。立派な横矢掛かりの石垣構造ですね。防衛面はもちろんのこと、櫓上からね、遠くまでしっかりと監視もできたんでしょうね。そしてここからの天守の眺めがこちら。大天守、小天守が並ぶね、かっこいい天守群ですね。そのまま東に三倉丸方面へ向かうと、何やらね、虎の像が見えてきました。昭和34年に作られた復古像ですね。和歌山城の立つ山は海上から見るとね、虎が伏せたように見えるということから、その形をね、像にしたというものですね。迫力のある立派な像なのでね、お越しの際はぜひね、ご覧ください。ちなみにこの虎はね、2代目とのことです。さて、一旦城北側のね、三の丸まで出てきました。内堀の向こう側が先ほど言いました二の丸ですね。ここから和歌山城の正門にあたります大手門へ向かってみます。一の橋と呼ばれるアーチ状の、ね、木の橋が見えてきました。この橋の向こうにあるのが昭和58年に復元された大手門です。徳川御三家の城の大手門としてはね、意外とね、小さくシンプルな門となっています。門を越えると二の丸となります。まあ不思議なことにね、大手門ですからね、大抵のお城は枡形小口になっているんですけども、ここはそうなってないですよね。折れ曲がることなく100メーターほどまっすぐ伸びる道になっています。まあ戦争ないね、平和な時代の城っていうことがよくわかりますよね。ただね、右手にはね、二の丸御殿方向の打ち込み萩石垣がね、ついています。あの上に多聞櫓があったでしょうから、攻め込む兵はね、常に右側からの攻撃を受けることにはなりますね。突き当たるとここで枡形が現れます。前方の石垣は綺麗なね、切り込み萩になっていますね。文献ではね、ここに大手二の門があったような絵が描かれていますので、だとするとね、大阪城の、大手二の門のようなね、厳重な多聞櫓がね、あったのかもしれませんね。そのまま進むと三倉の丸に入ります。左手の櫓跡石垣を登ってみます。城東側の内堀が確認できますね。堀の長さは一番広いところで70メートルくらいでしょうかね。大きな堀です。そのまま堀沿いにね、南に向かうことにします。ここにも当然ね、城壁がありましたが、この道幅を考えると長屋城のね、多門だったかもしれませんね。石垣も見事な垂直積みです。忍者でも容易にはね、登ってこれないですね。そのまま南の丸方向へ進むと枡形が見えてきました。こちらにも櫓門があったと思われます。そしてその先にひときわ高い石垣が見えてきましたね。10メーターはありますかね。普通の城ならもう天守台石垣クラスですね。あの上に松の丸南側を守る多聞櫓があったとのことです。一旦城の外に出まして、南東を守る岡口門へね、向かいました。岡口門は和歌山城でね、唯一の重要文化財ですのでね、ぜひこの門はね、見ておきましょうね。現在は門の上のみのね、櫓門となっていますけども、当時は多聞櫓として左右にね、俗櫓がね、続いてたとのことです。
この門は1619年の徳川頼宣が入城するまでは大手門でした。北側にね、大手門を移してからは要手門としてね、改修されたとのことです。岡口門を越えると南の丸に入ります。そして右手に見えてきた城壁も当時のものですね。大変重要です。このような城壁で城全体をね、覆っていたということですよね。南の丸は現在はね、動物園となっています。城内にね、動物園がある城はいくつかありますけども、この動物園はね、ちょっと規模が大きいですよね。ニホンジカやペンギン、フラミンゴ、ツキノワグマもいましたね。家族連れでもね、しっかりと楽しめます。それではいよいよね、天守へ向けて攻め込みます。本丸およびね、天守クルワへは二の丸から向かう道と松の丸から向かう道の2つがあります。今回はね、南側の松の丸から向かうことにしました。石垣で囲まれた幅3メートルほどのね、穏やかな道を西に向かって進んでいきます。まあ、今はね、舗装されていますけども、当時は登りにくい坂道だったでしょうね。しばらく行くと石階段となり、道幅も狭くね、くねくねと曲がり、勾配も急になってきました。当然ね、前方からはね、やや鉄砲が飛んできます。そして左右からもね、長槍で突かれるなどしてね、非常に攻め込むのがね、困難なのが想像できますよね。さあ、前方にね、うっすら天守が見えてきました。もう少しで本丸です。しかしね、ここからの石段がまたね、登りにくい構造になっています。ご覧のようにね、石段の幅を不揃いにさせることで攻め手の速度を下げる仕組みなんですけど、目線が下がっちゃいますからね、守備兵からの攻撃を受けやすくなってしまいますよね。天守は徐々に大きくなってきました。この階段先が本丸御殿があった本丸ですね。天守閣撮影スポットと書かれていましたので行ってみましょう。本丸御殿があった本丸は現在ね、上水道貯水池がね、設置されているということで立ち入り禁止になっていました。そして、本丸から天守クルワ方面の景色がこちらになります。ちょうど逆光ですがね、霧のね、邪魔もなく、大天守と小天守がね、しっかり確認できますね。さあ、ざっとね、天守の装飾を見ていきましょう。天守台がね、正方形でないため、一重目にね、珍しい肥沃入母屋幅がありますね。二重目には入母屋出窓と唐幅があります。そして三重目はね、入母屋幅ですね。様は少なめですね。曲線的な石落としが特徴的です。天守自体はね、小柄ですけども、凝ったデザインのかっこいい天守ですよね。そして先ほど登ってきた坂道がこちら。ここには当時櫓がありましたので、登ってくる攻め手をここからややね、鉄砲で狙うわけです。もう考えられた構造ですよね。さて、ようやくね、天守クルワに到達です。天守が目前まで来ました。まずは天守石垣を見ていきましょう。何やら積み掛けのようなね、野沢積み石垣がありますよね。まあね、理由はわかりませんけど、2メーターほど積んだところで終わってますね。設計ミスだったのか、別の建物があったのか、補強なのか、まあいろいろとね、想像しちゃいますよね。今にもね、崩れそうなね、青石という石でね、作られた野面積みの石垣ですね。珍しいものでもありますのでね、好きな方はしっかりと見ておきましょうね。では、天守にね、攻め込みます。入場料はこちら。大人が410円、小中学生は200円です。この階段を登っていくと、連立式天守の一角となる天守二の門が見えてきました。ここが関所となっています。その先も階段が続き、見えてきたのが二の門櫓です。連立式はね、このようにね、ぐるっと多門と呼ばれる長屋状の廊下が天守や櫓を結ぶようにつながっている構造のことを言います。入り口は小天守からですね。まずは反時計回りにね、長屋内を見ていきましょう。窓やね、屋根などにね、当時の雰囲気は残していますけども、まあ全体的には歴史博物館のようなね、感じで、天守内にいる感じはないですね。まあ例えるなら古い学校にね、来たかなっていう感じですね。浅野家の時代、そしてね、徳川家の時代のものが多く展示されていますけども、地元の小学生の作品などもね、展示されていましてね、地元の方とのね、親密さを感じました。まあね、城好きにとってはね、マイナス要因であるんですけどね。二の門櫓は2階に上がれるようなので行ってみます。4畳半くらいの大きさでしょうかね。
こちらが城西側の風景ですね。周りのビルよりもね、高い位置にいることがよくわかりますね。屋根の柱はね、忠実に再建されているのでしょうかね。梁構造がね、しっかりわかります。前方の階段より先が大天守となります。フロア内にはね、鎧竜がいくつも展示されていますね。2階からの天守群の屋根はこんな複雑な感じです。そして3階の最上階からの景色がこちらです。まずこちらがね、和歌山県立近代美術館などがある南方向です。和歌山の街がしっかり確認できますね。そのまま西の方向へ行きます。こちらは連立式天守がね、しっかり確認できるいい眺めです。そして向こうには紀の川と、その先のね、和歌山湾が確認できますね。続いて北方面、屋根瓦がね、部分的に緑っぽくなっていますよね。おそらくね、銅瓦部分が錆びて緑色になっているんだと思いますね。当時の天守群の瓦がね、そうだったのかどうかは分かりませんが、まあ少し違和感がありますよね。全部銅瓦でね、吹いていれば、大阪城や名古屋城のようなね、全体的にね、緑色の屋根になって、まあ御三家の城っぽいのではないかなと思います。次回のね、屋根改修時にはご検討くださいませ。日本百名城スタンプもこちらで押すことができます。集めてる方は忘れずにね、押してから天守を出ましょう。さて、いかがでしたでしょうか。和歌山城の魅力はね、これ以外にもたくさんあります。次はぜひね、皆さんの目と肌で和歌山城を楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。また別の城でお会いしましょう。雪村でした。